本人確認をするとできる機能、これですね。クレジットカードでビットコインを購入。これをやってみたいと思います。まあ、とりあえず1万円でいいかな。それで購入量を確認ね。こうなりますよと。日本国内発行の Visa またはマスターカードがご利用になれますと。それで購入手続きに行くと、こうなるよと。20秒以内に OK を押してくださいと。はい。ここでクレジットカードを入れると。クレジットカードを入れて、お支払いを押すと。お支払い。で、当然こうなりますと。入れて、送信と。で、最終的にこういう画面が出てきて、それで購入と。で、クレジットカードによる購入手続きが完了しましたと出ますね。もうすぐこういうふうに増えるね。なるほど。それで、購入履歴をご確認ください。こういうふうになるわけですね。このレートが妥当なものなのかどうかは正直知らないんだけど、まあ手軽は手軽ですね。